肘方義奈は、伊勢小物藩の、第九代藩主。安永七年五月七日、第六代藩主、肘方武士藩の三男、木下敏直の次男として、江戸は田後下の小物藩城屋敷で生まれる。父が、文後日出藩木下四文家の五千国の、旗本家の養子になるとそれに従う。天明二年十二月十九日、小物藩で、第八代藩主、雄帝の死去により、 その末期養子として、家徳を継いだ。ただし、幼少のため、藩政は隠居していた第七大藩主で、おじの雄念によって取り行われた。田沼家との血縁は、義内の室に、田沼沖との養女を迎えることで維持された。藩政八年八月十五日、将軍、徳川家成に敗越する。同年十二月十九日、十五位下、山と守に助任する。藩政七年、 有年が死去すると反省を主導する。有年が生前に派手な生活を送って借金が重なり、犯罪性が破綻寸前となっていたため、議内はまず財政改革に乗り出した。臨時準備席立法を制定して、年間225票の米を1割2分の利子で13年間2500両も積み立てた。さらに失踪契約や経費節減灌外工事、 産業開発などを積極的に行った。特に契約は厳しく取り締まり、その結果12年間で9800両の借金を1400両にまで削減したと言われている。こうした一連の緊縮財政政策により、財政再建は成功した。さらに民生においては、減税政策や目安箱設置による優秀な意見の採用を行い、教育面では学問を奨励して、 後の犯行、修文館の前身となる私塾、冷卓書院の設立を行って、人材の育成に努めた。天保六年一月、長男のオス京に家督を譲って隠居する。しかしその勇京が、天保九年に創生すると、孫の雄義見に家督を継がせて、自らは、反省の実権を、高下二年六月二十八日に死去するまで、握り続けた。年 小物藩中高の名君と言われている、山田忠夫、田沼沖継ぐの政権独占をめぐって1972年4月、ありがとうございます。